r k b 青森放送大相撲で重量昇進を決めた五所川原市出身の美琴富藤が市長を訪ね、昇進を報告しました。美琴富藤は、今日市長の伊勢が浜親方と共に五所川原市役所を訪れ、佐々木市長に重量昇進を報告しました。美琴富藤は五所川原市出身の24歳、九州場所で6勝1敗と勝ち越し、去年の秋場所で、 初土俵を踏んでから所要8場所。わずか1年余りで重量昇進を決めました。五所川原市出身、美琴富士、こうやって関取になって五所川原市に帰ってきたことは、本当に、自分の中で夢の一つでもあったし非常に光栄なことだと思っています。1日でも早くまた、いい報告をしたいという思いです。五所川原市からの関取誕生はおよそ20年ぶりです。佐々木市長は、 大いに期待できる号土の誇り、と激励し、来年の初場所に向けて五所川原市にちなんだ化粧回しを送りたいと伝えました。青森朝日放送相撲王国、青森をリードする力士の一人として活躍が期待されます。スピード出世を果たした美琴富士が、地元御所川原に喜びの報告です。御所川原市の佐々木交渉市長を訪ねた、伊勢ヶ浜部屋の美琴富藤、 新十両昇進が11月29日に決定しました。初土俵から所要8場所での関取昇進は歴代7位のスピード出世です。こうやって関取になって五所川原市に帰ってきたことは本当に自分の中で夢の一つでもあったし非常に光栄なことだと思っています。駅降りた時の この大森の何かわからないですけれど香りと言いますか何か懐かしなという思い出。めちゃくちゃ好きですね。五所川原市出身の関取誕生は、およそ20年ぶりです。一つでも多くかつ。大相撲初場所での新十両昇進を決めた青森県五所川原市出身の三藤富士岳る富士本内市岡渡れてるや。伊勢ヶ浜部屋は29日、宿舎のある福岡県大西府市での会見で、 満面の笑みを浮かべた。取り口同様。初土俵から関取までわずか一年余で駆け抜けたスピード出世にも、早く幕内優勝を争いたい。と。重量は、通過点だとばかりに前を見据えた。美琴富士は、昨年9月の初土俵後、7場所連続で勝ち越し、6勝1敗で終えた今月の九州場所では、先場所まで重量だった白高山に不覚を取ったが、 他は元十両ら実力派相手にも、立ち合い一気に土俵際へ攻め込み圧倒する相撲が光った。美琴富士は、日頃師匠から前に出る相撲、と言われ、しっかり取れるようにイメージしたことが良い結果につながった、と語った。秋巡業中の稽古後も、同部屋の横綱照の富士に誘われてトレーニングを続けたといい、しつかったけど、努力が一番だと分かった。 と振り返る会見では照れくさそうな表情が初々しい一方関取衆にも勝ちたい意欲が強くなった早く同じ土俵に立ちたいと言葉の端々に大物ぶりを伺わせた9月の秋場所では入門後初めて連敗した一番の後花道で悔しさからおたけりを上げるなど負けん気は人一倍同部屋で年下の厚み富士の優勝争いに対し 悔しかった。早く自分も、と意気込み、来場所に向けて頑張ることが楽しみ、とも語った。道郷の師匠がいる伊勢ヶ浜部屋について、体の使い方など師匠に学び、ここでなかったら後悔していた、というまな弟子に、伊勢ヶ浜親方は、小さい頃から知っており、よかった。入門した時から上がると思っていた、と素質を認め、 立ち合い最初の当たりを強くし、自分の流れで相撲を取れるようにしたい、と注文をつけた。五所川原市出身の力士が、重量昇進を果たしたのは、2002年春場所の北勝岩以来、約22年ぶりです。彼は、小里への思いについて、青森県出身の関取がまた一人増え、少しでも喜んでもらえるのではないか、と語りました。 そして、もっと応援されるように、自分の押し相撲をしっかり磨きたい、という決意を口にしました。日本相撲協会は29日、福岡国際センターで、初場所の番付編成会議を開き、三琴富士と大勝海の新十両昇進を発表しました。三琴富士はこの日、福岡、大祭普天幕内の伊勢ヶ浜部屋宿舎で会見を行いました。 美富士は青森県五所川原市出身で小中学生の頃には地元の津軽旭富士ジュニアクラブで相撲に取り組んでいましたその縁もあり道郷の元横綱朝日富士が師匠を務める伊勢ヶ浜部屋に入門することになりました強くなるところに入りたかったと武司玲子で知られる名門を選んだそうですこの部屋じゃなかったら後悔しているだろうなと思います 生まれ変わっても伊勢ヶ浜部屋に入っていると思います。と、美琴富士は話しています。美琴富士は、幕内力士として活躍する横綱、照の富士を含む5人もの力士と稽古ができる環境に感謝しています。また、師匠にとっては、美琴富士が、小学生の頃から知っている道合の後輩です。朝日富士道場で稽古していて小さい頃から知っているので上がってよかったなと思います。と、 師匠は感慨深く語っています。三琴富士は、一気に押せなくなった時にどうすればいいか、立ち合いのあたりをもっと強くしないと、止まらないようにしないと、と、今後の課題を挙げました。青森県は相撲王国であり、旭富士を含む6人の横綱と5人の大関を輩出しています。幕内力士は、1883年から140年以上も途絶えず、 現在も王の将、宝富士、錦色富士の三人が幕内の土俵に上がっています。御と富士は部屋の兄弟子である宝富士や錦色富士から青森県の誇りを胸に幕内への進出を目指していると語りました。青森県では大関以上の地位にならないと認められない都市伝説のような噂もありますが、師匠は横綱にならないと認めてくれないでしょう。 と返答しました。みこと富士は、各界の頂点を目指すスタート段階にいるとし、まあ、やるしかないですね、と述べました。みこと富士の本名は利しをかわたるテるヤです。御所川ラカナギ道場で、6歳から相撲を始め、津軽朝日富士ジュニアクラブや中泊道場でも稽古に励みました。津軽市立木造り中では、修学生大会で3位に入賞し、 鳥取城北高校では、高校金沢大会で八強に進出しました。また、全国高校総体では3位、全日本大学選抜金沢大会では準優勝し、学生体重別大会では135キロ未満級で準優勝しました。日大を卒業後、伊勢ヶ浜部屋に入門し、22年秋場所で初土俵を踏みました。同年の九州場所では、 女の口で優勝し、23年の初場所では女二段で優勝しました。彼の座右の名は、諸子貫徹、で、身長は1メートル84センチ、体重は139キロです。日本相撲協会は29日、福岡国際センターで、来年初場所の番付編成会議を開き、御琴富士と大勝海の新十両昇進を決めた。 同日、美琴富士が、福岡、大西府市にある部屋で、師匠、伊勢ヶ浜親方同席で会見し、嬉しい気持ちと、次に向けて頑張ろうって気持ちがあります、と心境を語った。昨年秋場所の初土俵から、所要8場所の新十両昇し、年6場所制となった1958年以降の初土俵では小西木、バルトや、 同部屋の兄弟子、厚見としらに並ぶ7位のスピード出世。初土俵からは残ンバラが見姿だったが、先場所、ようやく曲げを言い始めたばかりの新怪物候補だ。厚見富士とは、一緒だね、と会話したことを明かし、嬉しい気持ちと、あと一場所早ければなっていう気持ちがありました、と、笑みを浮かべた。会見に同席した、同じ、 青森出身の師匠も、嬉しいですね。やっぱり、地元っていう感じが強いですからね。田舎の朝日富士道場で稽古もしてたし、小さい時から知ってるんで、むしろこれからですね。これからまだ幕内上がってとなると、やらなきゃいけないこと、覚えなきゃいけないことありますから、と激励した。青森県出身の幕内力士は現役では王の章。 兄弟子の宝富士と西木富士。道県は幕内力士が、明治十六年から一度も途切れたことがない、相撲王国、だ。巫事富士は、やっぱそう聞かれると、自分も、早く幕内に行かないとなって。